さあ、やっていきましょうか。バイオハザード4、ブルーホースでございます。まあまあ、せっかく動画開いていただきた、いただいたんですからね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してから最後までしっぽりとご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、前回長かったね。まあ、やっぱチャプターの4って、4の1って、まあいろいろボスも出てきたりとか、まあ、それからギミック解き放ちながら、まあアシュリーもさらわれてパンチラーをお見舞いしながらねっていう、いろんなこうなんか要素もりもりのパートになっちゃうんで、どうしてもや、長くなるんですけど、まあその、今回ね、まあ手に入れてる武器が武器なんで、まあできる限りそのチャプター1個で終わらせていきたいということだって、まあぶっ通しでやっていたということだったんで、なんかまあ前回も問題発言がたくさん出てきたような気がするんですけど、まあそんなことは気にしない。てかもうそもそも、僕が全部、もうこの実況自体が全部において問題発言しかしてないっていうね、もう特にこの2つ前のパートなんかさ、もうおっぱいとパンツしか言ってないからね、本当に。まあそれが気になる方に関しては、バイオ市場エロいっていうね、2つ前の動画を見ていただけたらなというふうに思いますけどね、バイオ市場の中でも最もエロいパートになっているというところですね。まあまあ、ムービーシーンでエロいってなったら、まあ、ほんとチャプター5の4のね、寄生虫除去のシーンだったりするけど、もうなんかもう、エロという言葉でしか僕はもうなんかバイオハザードができてないっていうね。純粋にでもホラーとかね、そのストーリー性が面白かったりとかっていうのは、まあ、まず間違いなくあったりするんですけど、まあでもやっぱり女性キャラが出てくるからにはね、そういう部分のね、楽しみもあっていいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。はい。まあね、ようやく、どうでもいい、全然話変わるけどね、2ヶ月ちょっと経ってさ、仕事、まあ、まだ2ヶ月経ってないのか、まあ、所属自体1月の1日からしてるから、すごいスローモーション、セルフスローモーションになってた。なんか落ちてきてる。なんで？まだいたんだ。終わり。そう。いやー、覚えることがいっぱいあってさ、なんか、なんて言ったらいいんだろうな、その、なんか、覚えることたくさんあって、もちろん難しい単語とか、その単語が出てきて、用語の、その単語の意味とか覚えなくちゃいけないっていうのもあるんだけど、それが何なのかっていうのをこう結びつけるっていうのがすごく大変なことって皆さんないですか？まあ、得意な人からしたら、いや、大したことがないよって思うかもしれないですけど、例えばその、科学とか物理とかのさ、公式とかさ、その元素記号みたいなものを、例えば、H2 とかさ、H2 は水ですとかさ、O2 は空気、酸素ですとかさ、O はオゾンですとかって、そういうのを覚えていって、じゃあそれを覚えたから、そのオゾンってじゃあどんな効果があるのとか、もう O2 ってどんな効果があるの、 H2O って何なのっていうさ、そのまあ H2O 水だから普通に僕らが生きていく上に置いて、まあ、H2O 60%70% で体できてるわけだから、そういうのがすごい大事だすっていうのが分かるっちゃ分かるかもしれないけどとりあえずちょっと、そうっていうのは分かるけど、でも結局それがじゃあ何に結びついていっているのかっていうのが、まあ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 、なんか残念ながらね、なかなか、具体的にその自分でこういうことですっていう喋る機会を作っていかないと、やっぱりこう記憶していくのって難しいですよね。まあ記憶ってその瞬間記憶と短期記憶とまあ長期記憶っていうのがあって、まあ長期、瞬間記憶というか感情記憶かっていうのがあって、まあその一瞬しか覚えてられませんっていう記憶と、そのまあ大体長くて1週間覚えてられますよっていう記憶と、まあ、それから数ヶ月からまあ永遠に死ぬまで覚えてますよっていう記憶って、まあ、この3段階あって、まあ、どちらかというとその短期記憶で覚えるパターンがすごく多いんですけど、まあ、例えば感情記憶っていうのはその一瞬の出来事においてあんなことあったな、こんなことあったなっていう、でももう鶏のごとく3歩歩いたら忘れちゃうみたいなね、例えばすごいイケメンの人と横断歩道ですれ違いました。でもその横断歩道を渡る頃には、あどんなイケメンだったっけっていうのがもう思い出せなくなるみたいなね。とかっていうのもあるし、それがその何回も何回もこう反復でイケメンの顔を思い出し続けてたら、まあ、大体1週間くらいはマックスで残ってる。まあでもそれでも、まあ1日2日で忘れるケースが圧倒的に多いっちゃ多いんだけど、っていうのもありつつ、そうそう。で、まあ長期記憶になってくると、もうその反復の回数っていうのが増えていけば増えていくほど、まあ、最終的には記憶に残っていくと。だからなんでその、例えばさ、その家族の顔とかずっと覚えてられるのとかっていうのは、やっぱ毎日顔つき合わせるからっていうのもあるし、友達の顔とかなんで覚えてられるのとかっていうのを顔つき合わせるし、逆に言うとその、ね、例えば、英単語とかさ、歴史の単語の意味とか、まあ歴史の出来事の意味とかさ、そういうのって、こう、すごく、学生時代はめちゃくちゃ覚えたっていうのがあるけど、こいつこれで倒すの大変だな。めちゃくちゃ覚えてたけど、その、まあ学生の頃は覚えてたけども、大人になったらそれは一切忘れちゃってるっていうのは、結局短期記憶でしかないからっていうこと。まあまあ、ある種長期記憶になってるんだけど、受験の時まで覚えてるみたいなことがあるから。だから、絶対に忘れたくないなっていう記憶がある場合には、皆さんぜひね、
反復でこう頭の中で思い出したりとか紙に書き出してみたりとか口に出してみたりとかっていうことをしておくと、まあ、忘れずに済みますよと。だからまあラッキーでたまたま好きな女の子があのなんか目の前でミニスカ履いてて風が吹いた時にあの、まあ、パンチ出しましたってなった時にそのパンツ の形とか色とかがどんなことしたのかっていうのをこうあの紙に書き留めてみたりとかっていうすげえくだらない記憶力の使い方してるけど、まあ、そういうことをしておくと、まあ、当時の記憶があのいつまでたっても鮮明になって思い出せますよっていうことで、まあ、SM プレイしている巨人2人組が出てきましたよっていうことですね。2人してこんな狭い部屋で何してたのかなって、ね、これちなみにこの距離で前もなんか試したことがあるけど手動系でやってたらなんか倒せるんだったっけ。ウィーッほいってかあの寄生虫が引っ込んだタイミングで何回もあの技繰り返したらなんか倒せるとかそういうのないのかな。さすがに無理なんだよな、無理なんだよな。ってことはやっぱりエルフィガンテちゃんに関してはあんまりその寄生虫のその侵されレベルっていうのが大したことないっていうところなのかな。ダメだね。よし、終わろう。あとこの次も嫌いだな結構。まあ、これがあるから全然平気なんだけど、だから虫が絡むところって結構苦手かもしんないね。その地下水路のところとかで出てくる敵とかもすごい嫌いだったりしたし、ね。そもそもこの部屋って何のためにあるんだっていう話で、本当にこの城に関してはさ、こう謎の多いというか、なんか全くもって無駄というか、ここ一体何なのっていう話だよね。こういうのがなんかそのまま残ってるっていうのはなんとなくわかるじゃん。まあ、この後あのスイッチを押して壁を焼き溶かすみたいなのがよくわかんないギミックとかもあったりするけど、これこのまま残ってるっていうのは特にその採掘場として大していじってないからっていうことはまあ、あのちょっともしかしたら考えられるかもしれないけど、あそこの溶岩の部屋に関してはマジで何のためにあるのっていうね、迷い込んだ奴らをこう、しばき上げるためなのかって思ったけど、よくよく考えればその前を岩で封鎖されてるから、葉っぱ用大魔の甘いって使わないと入れないんだよねっていう。全くもって謎だよね。謎。おーおーおー、びっくりした。地下。謎大きいっていう感じですよね。いないのかな？とりあえず発射したけど、いなさそうだね。うん。びっくりした。もう全然気づいてなかった。なんか音はしてるけど、どこにいるんだろうな、くらいに思ってたら、まさかの目の前だったって。だから、あの距離でのあの刃音が自分の目の前にいるから気をつけなはれやっていうやつかもしんないね。スイッチポン。くるっと折り返って。まあ、あとその、記憶の話の続きでいくとさ、まあ、こんな話興味ある人いるのかどうかわかんないけど、その単発で覚えると、どうしてもなかなか覚えられないですよね。例えば、その英単語でインポータントとかっていう言葉だけを覚えても、あの、全然こう覚えてられなかったりとかするから、そのストーリーとして覚えておくっていうのがすごく大事なんですよね。だからそのインポータントっていう言葉が、その、例えば英語の文章とかで全体で覚えておくと、それがなんで使われているのかとかっていうのは覚えておくとすごく良かったりするし、まあ、例えば歴史上の出来事でも、まあ、1867年に起こった大政奉還なんかってなんであったのかっていう、その前後の動きなんかっていうのを覚えてたりとか、大政奉還そのものは一体何なのかっていうことを覚えておいたり、覚えておくのにおいて、その出来事そのものを覚えておくと、1867年に大政奉還がありましたっていうだけだったら、もうみんな忘れちゃうわけさ。あの どんなに頑張って覚えたとしても。それを、渋滞が起こってるな。それを大政奉還そのものの意味っていうのを、あの、まあ、要は出来事の中身までを覚えておくと、あの、いつまで経っても大政奉還って、あの、いつ起こったのか、なんで起こったのか、どんなことが起こったのかっていうことも覚えてられますよっていう。だから歴史とか、その社会とか、まあ、あの、科学のその元素記号的なものが苦手で、まあ、いわゆる暗記記憶と呼ばれてるものですね。暗記科目って呼ばれてるものが苦手な人たちっていうのは、そういう要は単発で覚えちゃってるからっていう話だけの話なんですよね。それを、単発じゃなくて、まあ、その前後の文脈とかそれそのものが一体何を指しているのかっていうことを覚えることができれば、近いな、やばい、あ、なんでいい絵をしたの、うお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 う、やばい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 、調べる、逃げろ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 、でここの溜まり場のところにこいつらを溜めて自動して終わらせよう。
っていうことなんでね、まあ、大政奉還っていうのは、まあ、平たく言うとその、まあ、幕府に持っていた主導権っていうのを天皇に返しますせっていう、だから奉還っていう返すっていう言葉があるんですよね。だから大きい政治事っていうものを、まあ当時は祭り事なんかって言い方をしてたかもしれないけど、祭り事って言い方をしてたんだけど、祭り事っていうものを、それまではその幕府っていう、まあ、いわゆる将軍がその実権を握ってたけど、それを全部あの天皇にお返ししますよと、まあ、ところがその天皇にお返ししますよっていうのをこう永久にじゃなくてその一時的に返しますっていう意味合いがあったから、それを返さないっていうために、あの王政復古の大号令っていうのが、あのまあ10月14日の1867年10月14日に大政奉還が行われて、そのまあ約2ヶ月後の12月9日に王政復古の大号令って言って、まあ、要はあの王政っていうのが、そのいわゆる天皇の政治っていうのをあの戻しますせっていう、まあ、命令を出したわけですよ。でそれにブチ切れて返すっていう条約、あのまあ条件をつけてたのに、それを返さないっていうこと何事だっつって、でそれがあのまあ鳥羽伏見の戦いじゃなくて、何だったっけ、あ戊辰戦争ごめんなさい、鳥羽伏見全然違う、あの戊辰戦争っていうものにつながっていって、旧幕府軍 VS 新、明治の軍勢が戦うことになったということなんですよね。まあっていうふうに覚えておくと、王政復古の大号令って何なのかとか、大政奉還って何なのかっていうのをストーリー仕立てで覚えることができましたという、そんな話ですね。なんでバイオしながら歴史の授業やっとんだっていう話ですよね。全然皆さんね、あの実況を見に来てるはずなのに、なんかラジオ感覚で見に来てるはずなのに、なぜか急にお勉強が始まったって、まあまあそういうね、たまにあの皆さんがこうおそらく一回は辿ってきたであろう授業を思い出すっていうのも面白かったりするかもしれないですね。僕が勝手に持ってるだけかもしれないけど、ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今日のラジオも面白かったよっていう方はね、ラジオになっちゃったという方はぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。ということでまた次回パートでお会いいたしましょう。今日もアシュリーが美人でおっぱいが大きい。ではまた。